墓ありって書いてない？あ、じゃあ奥の方にあるのか。あ、ありだよ。墓ありだよ。ありか。これじゃないよ。あ、この先にあるぞってやつ。だから鳥居があるんだからさ。そうだよね。ちょっと入ろうよ。はいはいはい。すごい、看板すら昔からだいぶ昔からってことですよね。わざわざここにあるよって教えてくれる看板が昔からあったんだね。それはって感じ。その上からさらに新しい看板をつけるっていう。それよ。あ、すごいな。何これ、何これ。桜木の森。なんだ。これさ、めっちゃ階段。ちょっと撮ってこれ、階段。すごいよ、ここからの景色。なんかめっちゃ歴史ある。何これって感じですね。でなおかつ安らぎの森って ね、全然この階段安らぎじゃないんだけど。うん、修行だよね。なんかこれ厚種さんのお墓にまみえるためにはいがねばねってことですか。いがねばね。40メートルって書いてる。お墓まで140。あ、意外とありませんね。頑張りますか。ちょっと行ってみるか。まあ冒険だね。あれ、俺ら5分ぐらい前まで近代的なキャンパスの中にいませんでした。あのガラス張りの建物だよねとか言ってなかった。言ってたよ。あ、そのはずだよね。これ俺同じ道降りるんだったら怒るよ。反対側から降りないかな。すごい。でもすげえ、ここからの景色一瞬、ここちょっと見えるよ。遠くの景色。おお、あんまカメラじゃ分かんねえや。すごい。映るかな。ちょっと厳しいけれど、これ一瞬ね、これ森の切れ目からね、そう、景色が望めるんだけど、まあとはいえだ。本場はこっちだよね。はい。お墓を取っていいものかっていう。それね。どうします、なんか挨拶します。挨拶。いや、日本史の授業ではお世話になりますね。あと、あと毎回校歌で歌わさせていただきました、はい、名前を ね歌わさせていただきました。そう、秋田から巣立つ300人の修高生は、はい、全員あなたの名前を覚えています。毎年、はい、すごいことですよ。すごいよ、本当に。そしてやっぱここからちょっと景色は微妙だね、はい、木だからね。うん、こんなにポツンとあるんだね。うん、うん、ていうか厚種って本当に秋田なんだって半信半疑だったけど、うんうんうん、マジで高校の近くにあったんだね。同じ手形にあったとは。すごい、もうさ360度木なの。本当に、本当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 と森の中に囲まれてるイメージだよこれ、うん、ぐるっと。見える景色は建物ばかりっていう。そうだから本当にここはちょっとね、町から隔絶された感じがね、うん、そうだよね、あるよね。いや、いいとこ来たね。うん、本当だよ、うん、これいいとこに来れたんだけど、これちょっとこれ見ての通り、これ360、さっきも言った通り森なんで、うん、これ帰り道は同じ道しかないんだよね。下りますか。またこれを下るんだな。登りもあれだけど。ということで降りますか。秋田っ子たちは地上へ戻る。再び雨が降ってきましたね。地上に戻ってきました。どこにさ行くの、ね、この道はどこに続いてるんでしょう。はい、来ました。ここが工業博物館。これ簡体字が使われて、あ、違う、これは反対字が使われてますね。これ現在反対字というのは香港および台湾で使われている漢字の形態です。さすがですね。これ昔は日本でも使われていたというね。そうなんだ。ええ。なんかあれかな、建物、うん、なんか割とそれらしいドーム状の、ね、筒状の建物が見えてきたよ。これがそれですかね。これがそれですか。これがそれ。これがそれってなんだよ。抽象的ですからね。This is it かよ。完全にあれボーリングだよね。ああ、そうだね。
石油とかのさ。あ、はい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 。やってたよね。なるほど。なぜここに？再現ってこと？本当にやってるの？そんなことないっしょ。すごい。何これ？これ炭鉱技術の展示かな？へえ。これ何をするマシンなんでしょう？シールド自走四歩って書いてます。これは一体何なんでしょう。割と大きいね。自走枠って書いてるよね。ね、ちょっとさ、結構眺め良くない？あ、本当だ。開けてるね。うん。素晴らしい。いいね。ほら、あっちの方、お城見える。ああ。本当だ。まあこれがね、このなんとかかんとかなんとか博物館からの眺めね。宝山資源博物館？そうだね。これ大学院の附属博物館みたいなね。はい。うん、入ってみよっか。じゃあ、どれみんなで食べよう。なんかないかな。あとね、なんか。すごい可愛いお店だった ね。しかもなんかケーキが一つ一つ凝ってて、うんうんうん、そう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 、よかった、よかった。後でみんなで食べましょう。食べましょう。というわけで、とりあえずもう就航がね、目と鼻の先みたいな感じになってきたので向かいますか。レッツゴー。はい、行きましょう。行きましょう。もうちょっとで着きますよ。うぐいす坂です。北高校といえば北高校の代名詞とも言うべき、うん、うぐいす坂、伝統のうぐいす坂。着きましたね。着いたね。秋田県立秋田高等学校というわけで、まあ、つっても着いたというか、その麓に着いたわけで、ね、そうですね。ここからね、坂を登っていかなきゃいけないんだよね。登りますか。行こうか。ここね、桜の時期とかすごい綺麗なんだけどね。そうだね、満開だよね。うん、まあ、特になんというわけでもなくって感じだね。でも新緑が、うん、はい、うわ、ここ取らないわけにはいかないでしょ。そう、ここね、すごい景色いいよ、ね、すごいもなってこない。いや、これは夜とかに見たらさ、最高だよね、こっからの眺め。そうそうそう、ちょっと今日曇っちゃってね。そうだね。まあ、うぐいす坂ラブとかね、多分これがロマンチックさを演出してるんじゃないの。
あ、青春小説そのものじゃない。坂をさ、二人でさ、自転車をしながら帰るとかさ。部活終わって帰るとちょうどね、夜景が綺麗なんだよね、この辺。いやー、喉か喉かな。帰ってきた感じするね。いや、ちょうどね、学級対抗中で、ね、ぐっちゃぐっちゃだったね。タイミングがね、タイミング悪かったよな。そう、そうなんですよ。そう、2年生の時の担任の先生に会いたかったんだけど見つからないね。そっか、2年生の時担任だったんだ。そう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 、ちょっと先生たちもみんなどこの体育館にいるんだか、どこにいるか知らなかっちゃってたよ ね。どこの試合に出てるんだかも分かんないから、うん、ぐっちゃぐっちゃでした。まあでも3年のクラスのね、友達に会えたのは、そう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 、よかったよね。3年のクラスの友達がね、事務室で働いてるっていう、それはね、びっくりしちゃうな。そう、働く年だもんね。そうだよ、もうしかもすごい盛り上がってるよ、うん、今も。で、だいぶ駅方向に戻ってきましたけど、はい、そして顔には疲れが割と浮かんでるわけだけど、結構ね、歩いたよね。結構だいぶ歩いた、ね、往復はでかいね。そう、そうみんなね、疲れてね、全然喋んないんだよ二、ね、人ともね、それね、そう、これだ。お、出た、ジャズカフェモモに。あ、待ってちゃう、お、ちょっと入るか。じゃあ、しかもね、これ看板のこのレトロ具合、レトロ感すごいね、すごいね、これは。ちょっと見えるかな、逆光だけど。一応ね、これジャズカフェモーニーって書いてるんだよね。うん、とりあえずちょっといい感じ、入ってみます。入ってみましょうか。いつからやってるんですか？3年ぐらい。へぇ、俺らがいなくなってから。そうだね。へぇ、コーヒーと紅茶と、あとね、お皿いただいたから、さっきのケーキも食べよう。いただきましょう。うん、これって秋田の要素、あれだよね。あ、カバ細工。そう、カバ細工のお盆だ。いただきます。はい、ほのかなコーヒーの香りあんまり苦くなくて美味しい。うん、いいね、うん、こっちがキャラメル。いただきます。はい、うまい、キャラメルの香りがすごい香ばしい香りする。うん、うん、コーヒーと合いますか？最高この雰囲気がね、いいですね。最近入りの、はい、またきなこです。はい、はい、いただきます。おいしい、きな粉の味するのと、うん、すごいバターのいい香りがして。なるほど、すごいしっとりしてるし、コメントをちゃんとしっかり出来上がってます。でもトマレードってさ、外れのやつってすっごいパサパサするじゃん、しっとりしてる、すごいしっとりしてるからいいよね。うん、代表してどうぞどうぞ。レジェンヌで
さっきね、パリジェンヌって言ってたケーキなので、いただきます。あ、すごい、あのね、ケーキっていうか、ムースみたいな感じかな。すごいふわふわふわです。フォーク入れた感じが、いただきます。良い？美味しい、すごい濃厚。中に、周りがムースでふわふわで、中に生地とかクリームが入ってる、なるほどなるほど。すごい美味しい。で、すごい濃厚です、チョコの味が。なんかね、こうして映してるとね、ヒロタカがすごい物欲しそうな目で見ているかのように映ってる。ダメだよ、その、それはダメだよ。すごい食べたそうにしてる。美味しいです。いや、よかった、本当によかった、よかった、このお店絶対美味しかったし、うん、いや、なんかコーヒーうまくなかった。コーヒーすごい美味しかった、うん、やっぱカフェ、ね、俺ちょっと元気出たよ、うん、俺も出た。その証拠にね、2人の口数が増えた。そう、喋ってる喋ってる。美味しかった、ごちそうさまでした。分かりやすいね。このままで、じゃあもう駅に戻りますか。そうですね、はい、帰ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあどうでした、ちょっと初ロケ2人。俺はね、俺初だよ。どうだった？いや、普通に、ね、楽しかった。街歩きはね、もともと好きだし、僕は、なんていうの、知らないお店、いっぱい巡れたし、そうだよね。あんまさ、通ってたとはいえさ、そんなに見てなかったじゃん、うん、で、いざ来てみたら、楽しいお店いっぱい、うん、はいはいはい、そう、私たちが卒業してから結構できたお店がね、今回多かったけど、すごいいろいろできてたし、うんうん、しかも、どのお店もすごい良かった。そうだ、本当に、本当に良かったんだよ。そうだ、だから、本当に楽しかったし、うん、美味しいもの食べれたし、美味しかった、美味しいコーヒー飲んだし、そう、また行きたいって思える場所だね。また行きたいね。そう、また今回ね、出たいって言ってくれたけど出れなかった人とか、そうだね、そう、もういたし、そう、情報もらってたけど行けなかったお店とかもね、そうあるから、ちょっと第2回あり得るぞっていう。そうだね、また期間を置いて、うん、そういう風に第2回をやったら、また新しい店、あ、できてるかもしれないし、できてるかもしれない、これはありだね。そうだね、そう、まあ、第2回の参加者も募集してます。本当やろう、これは本当にやろう、第2回、うん、そうだね、やりたいなと思う。社会人になっても、社会人になってもやろう。あるよ、あるよ。いやー、こうやって探したら本当にね、秋田もいっぱいお店はあると思うし、なかなか歩かないしね。そうだね。そう、それは本当に良かったなと思うので。そうですね、ぜひね、皆さんも秋田に来た時にはそうそう、県外の方もね、秋田、もちろん秋田の人もなかなか行かない人は全然行かないよね、あっちの方はね。そうだね。まあ、でも秋田もそうやってなんかこうね、目的もなくぶらつくだけで割といいところが見つかるっていうことを、そう、実はあるよっていうことを、そこをね、お伝えできれば。そうですね、うん、そういう感じで今回はな、伝わったかな、ちゃんと。いや、でも本当に良かったと思います。多分ね、うん、俺たちは満喫できたし、そうそうそう、最低限楽しめたから良かった。はい、という感じで今回はじゃあ終わりたいと思います。はい、皆さんありがとうございました、本当に。いえいえ、ありがとうございました。